はい、こんにちは、六助です。この帽子もいい加減もうね、そろそろ冬用に変えた方がいいかな。もう、ユタボンの日本一周もワコン化したんですか。いや、その前にこのチャンネルがワコン化してるんじゃないかってね。月算、そうそう、48時間あたり3000回転ぐらいしてないとワコン化しちゃってるんだけど、1000いくつとかでオワコン化してますね。オワコンという言葉がオワコン化している、オワコンという言葉がオワコン化していることがオワコン化している、いつまでたっても終わらないオワコン。オワコンとは何か、終わったコンテンツのこと。ああ僕のチャンネルだと。はい、だいぶ皆さんも無線関係も新しい進行の皆さんが、現れまして、私の動画のランキングですと、キハ40垂れ流しボットン、青春18切符18枚綴りというのがナンバーワンに出てきて、大型トラックのみの遅延規制と、全然メインコンテンツと関係ないじゃないかっていう動画が稼いでるんですね。オワコン化してますね。はい、終わったコンテンツ、終わったコンテンツとは何か、今日はねちょっと浅間山がね最近だいぶ綺麗なんですよね。もうドローンで飛ぶのもオワコン化してるんですが、ちょっと高見線で撮ってきました。ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーとね。浅間山って面白いですよね。これちなみにナンバーフォー、前掛山っていう山があるんだけど、これはね、元々の浅間山の山体、これぶっ壊れてぶっ飛んじゃったんじゃない、ぶっ飛んじゃったんですか、こう会津磐梯山みたいに、でこう新しい噴火口がなだらかなのが綺麗だから、特急浅間号のヘッドマークに書いてあるのは軽井沢の浅間山なんですよね。でまた北軽井沢、これの北面は当然違うわけでありまして、磐梯山だって北と南で全然違うじゃないですか。浅間山もね、軽井沢側が一番綺麗と、軽井沢の人たちは言うらしいですが、三尾田小諸と来るとね、前掛山が手前に隠れてきて形が変わってきてしまうんですよね。ってところで我々東見なんかから見ると、この前掛山の間から浅間が顔を覗かせると真横から見てる感じかな。はい、オワコン化した YouTuber がオワコン化した話題をしている、オワコン化したと言ってること自体がオワコン化している、オワコン化と言ったこと自体がオワコン化していることがオワコン化している、六助でした。車がつまらないと言ってます。またお会いしましょう。さようなら。